だらねえ内藤官兵衛。我慢するわ。でも猫を切るなきっと話だよね。これでやっと正真正銘の武士に戻れる。一生懸命作ったのだから一口くらい。その笑顔があったらいくらでも頑張れるよ。間違いないよ。人呼んでニャーハンよ。美味しいでしょ。